新しい私いろいろ始める、仙台いろは。地下鉄東西線初めて乗っちゃった。ピッカピカだったね。今から行くところもピッカピカだよ。楽しみ。今回いろは組の2人がやってきたのは仙台国際センター展示棟。現在企画展トイレ一トイレ僕らのうんちと地球の未来を開催しています。これからうんちの旅に行ってきます。行ってきます。私たちの毎日の生活に切っても切れないトイレとうんち。企画展では私たちの体のことから地球環境に至るまで、トイレを取り巻く様々な問題を楽しみながら勉強していきます。8つにエリア分けされた会場では、うんちやトイレのキャラクターのもと、みんなが幸せになれるトイレを探る旅に出ます。あ、下水道に宝ありだって。本当だ。あ、下水道には有効な資源のリンがあるんだって。へえ。確かに震災の時は水が止まったからトイレ大変だった。トイレにはまだまだたくさんの課題があるんだね。ね。私たちの生きることに密接に関わっているからこそ、向き合わなければならないトイレの心の声に皆さんも耳を傾けてみませんか。親子連れやカップルでも楽しめる企画展トイレ一トイレ僕らのうんちと地球の未来は、国際センター展示棟で11日まで開催しています。仙台いろは。トイレありがとう。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。